どうもこんにちは、ナムです。今日もランクも100位目指してやっていこうかなと思います。今日もですね、レンタルパーティー使ってやっていきます。で、今日使っていくパーティーはですね、前シーズン14位の方のレンタルパーティーがね、つい最近公開されましたので、そちらの方をね、使ってやっていこうかなと思うんですけど、ちょっとね、難しいような気がする。まあ、個人的には難しい。けど、ハマれば強いんですよ。なんで、難しいかというと、もっと基本的にガチグマサーフをゴリランダーとかで出すらしいんですよ。で、あとはまあ海流イエスさんの相性がいいとかなんですけど、サフを出したいけどゴリラを出したくないみたいな。けど、グラッシード持ってるせいでっていうか持ってるから、さすがにゴリラ出さないといけないですね。サフ出さないでゴリラ出すみたいなことはできるとは思うんですけど、ゴリラ出さないでサフ出すのはちょっとなぁと思っちゃうんで、サフを出したいとき、例えばこのサフが海流とか、相手の海流とか見れるらしいんですけど、そうなったときにゴリラとサフは確定しちゃうっていうのがちょっと難しいんですけど、ハマればめっちゃ強い。特にサフがバカ強いんで、まあそこをうまいことやってですね、どのタイミングで出すかとか、結局サフがクラッシード一回発動しちゃったら裏に引けないというか引きにくくなるので、まあ、そこのタイミングを見ながらですかね。ハマればね、もう負けることないんですよ。想像以上このサフ硬いんで。なのでね、まあ、てな感じですかね。あとはね、普段もね、ほとんど使ったことないイエスさんをちょっと今日使えればいいかなという感じでやっていこうかなと思います。はい。あ、シュガーさん、ハートミー。ありがとうございます。こんばんは。さあ、やっていきましょう、やっていきましょう。まあ、けど今日ちょっとね、配信時間短いかもしれないですね。9時半過ぎかちょっと過ぎ、もうちょっと過ぎ。ぐらいにかなーって感じですかね。さあ、けど勝ち越したいですね。けどそろそろね、思ったより今月進むのが早く感じていて、パーティーもね、ちょこちょこイメージしながらやっていかなきゃいけないんですよね。まあ、来週の月曜日ぐらいにでもパーティー作ろうかなーって感じなんで、まあまああと1週間レンタルパー使いながら考えていくって感じですかね。さあ、1試合目ですね。寺松さん、対戦の方、お願いいたします。さあ、これはですね、こうやってレンタルパー使ってると、感覚がわかんないんで、マニアックなパーティー来た時は、ガチできついんですよ。どうすればいいか、構築基準も書いてないんで。なのでね、まあまあ、とりあえず、まあ、クマから入ってかな。クマから入って、まあ、素直にゴリサフで行くか。ゴリサフで行きます。さあ、いつの間にか3桁。この間ね、3桁フィニッシュして、やっぱけど、突き始めっていうことで、意外と1回勝てばめっちゃ上がるんですよ。なので今800ですけど、これ勝てば400ぐらいまで多分上がるんですよ。500かな ?500 か400ぐらいまで。なのでね、逆を言えば下がるのも早いんで、そこちょっとね、見た目からすればね、ちょっと嫌なんですよね。さあ。これは、耐えないかな?さすがにきついかな?けど相手嫌だと思うんだよな。嫌じゃないかな?まぁ、ちょっと居座ってみますか。これが HD に振らさってるんですよ。あー、耐えるんだ。さすがに。グラム。どうかなぁ。まあ、ぶっちゃけ鋼です。いや、今日鋼ですけどもったいないか。けど、ゴリラの、違う、鋼じゃないわ。ドクテアスだわ、こいつ。ワイドホースさぁ。ガチグマ残す必要あるか。いや、必要ないわけではないか。ないわけではないな。ゴリラ。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。あ、バラ、ありがとうございます。お?テルハンシンさん。バラ、ありがとうございます。さあ、相手どうかな?またワイドホース打ってくれてもいいけど、OK、でかい。またでかいっすね。で、ここは、トンボで帰ってかな?まあ、ドラムアタックとかでもいいか。けど相手引くならさ、どれかわしじゃないかな、引くなら。はたきとか考えれば、鬼2引けないよな。まあ、トンボで。
居座ったとしてもトンボで落ちんじゃない、さすがに。イエスさんここで切れればでかいまである。いやー誰来るかなー。あー引くか。あーまあだとしたら結果的にはワンチャン正解かもしれん。さあ、あ、ポニッツよく引けたな。あ、でも悩んだんだろうね。あ、ポケモン強い人さんこんばんは。ありがとうございます。さあ、サフかな。いや、クマだな。さあ、トビア、いやきついかな、どうだろう。レイビアルかな。レイビアルってどっかに変わるんだよな。月日か。あくびから入った方がよかったかな。さあ、相手のイエスさんが何持ってるかではある。アンコールとかければマジめんどくさいですよね。そう、あ、お、え、こっちの方が早いの。え、こっちの方が早いの。え、確かこの、え、え、なんでだ。あ、強っ。あー、キーショか。このクマさんね、素早さに4しか振ってないんですよね。あれ、ポリツーって60だよね。ってなればだな、下げてんのか。で今急所でこれだから、ぶっちゃけ毒性は切ってもいいんだよな。あー、トリレ持ちの最地個体か。へー、うーん、毒テラ切ったらサフに消えなくなる。いやー、サフに消えないのちょっと嫌だけど、嫌だけど、これ、後々めんどくさくなるんで、これ。さあ、どうかな。相手がレーディー。月飛行。AB ってことは相手の3体目ガチグマなのかな。まあ鳥もあくびから入るか。ここで相手のクマが来たらめんどくさいまである。あー来るか。このクマめんどくさいなぁ。いやー最悪なタイミングだね。どうしよっかなぁ。素早さ勝ってそうだ。素早さは勝ってるか。いやーだよな、火炎玉だもんな。けど相手は、このタイミングに控えたら嫌だな。いやこれ切るしかないな。聞いたくないけど、ブダム。お、負けてんの。すごいぞ。お、強っ。あ、負けてんだ。じゃあ、トリレとかじゃないのかな。まあ、とりあえず、まあ、トリレ前提にはしてないって話か。まあ、これは切りでいいかな。切ります。そう。あー、草分けもいける。まあ、相手がよほど早かったら、こっちはトニールするみたいなしか。
とりあえずドラムアタックから入るか。とりあえずドラムアタックから入って、クマいなくなれば全然まだあるんだよな、普通に。いやー、どうしようかな。え、引くか、引いてくるか。いや、引かないだろ。ドラアタ。このクマ残す意味あるか、相手。さあ、どうだ。引かないでほしいな。あ、今日、イエスさんを引いてきた。ポリツーか。あ、けどなんとかなんか。イエスさん。ドラーと。イエスさん、ドラーと。で、ポジツーで取りるかな。あ、クマかも。いや、今日ドラアタでいいよ。さあ、どうだ。相手回復手段あるっけ。ドラインパンチ覚えるっけか。さあ、テラスタル何手だかなぁ。フェアリー、けど、なんか、フェアリーとか格闘とかそっち系だと思うけど。あ、フェアリー。まあ、これでシャドボで落ちるからでかいっすね。回復手段がなければ。オーケー、ああ、さすがに落ちるよ。そりゃ、そりゃそうか。え、手の方もそう。これ、勝ちじゃない？勝ちじゃないか。何がでかいかって、相手の、誰だっけ、ポジツーが、上がるやつが攻撃なんですよね。特攻じゃなくて、ダウンロードで。これ多分サフカー出してれば、特攻上がっちゃっててめんどくさくなってたんで。まあ、トンボで。さあ、で、サフ出して別にもう今さ防御上げる必要ないんでね。まあ、イカ様とか来るんだったらあれだけど、まあ、高橋言ってたわ。ウェービー。チョッキメタグロス。はぁ、あ、待て、違う。それは違うんだよな。それは違うんだよな。溶けろ！ OK！ よし！やっぱね、思いが伝わる。これが大事なんですよね、やっぱり。チョッキメタグロスでサーフをボコしていきます。いってらっしゃい。放電。オッケー。一回ゴルラ打ってみるか。さすがに放電で麻痺ってなんだの方が一番だるいよな。で、シャドウも隠し持ってるとか。の方がだるいので、まあ、ゴルラ打つか。打ちまーす。あー、強いっすね。ほぼこいつ HB ぶりだけど、あ、レイビー。こいつガチでワンチャンかけ始めた。さすがにこのわけないだろ。オッケー。さあ、これだ。あ、ポームさん、お疲れ様です。さあ、いや、これ、ハマれば強いっすね。ハマれば。いかに、サーフが引かなくていいぐらいまで、じらしてやるかっていう。それができれば強いっすね、これ。難しいし、めっちゃ気使うけど。さあ、1ザロ。まあ、サフだから、ホエールとかで飛ばされる心配はないんじゃないけど、あ、まあ、ドラゴンテイラー、きついか。いやー、けどな
ラストの3体目が物理キャラとかあったら基本勝てるんだよな、サフ、このサフ。セグデイブとかでもね、全然いけるし。さあ、ポポンさん、対戦の方、お願いします。さあ、これは、クマが、オーニューラ見れるらしいんで、ドクテラで。で、クマゴリラサフかな。サフがいないとね、相手の介入ちょっとめんどくさいんですよ、このパーティー。あ、イエスさんでなるかなんか。いや、けどサフいればなる、大丈夫か。サフいれば、なんとかでいけそうな気はするけど。いや、まあ、とにかく、クマさん、ゴリラサフかな。まあ、これ、初手アタッカーブリジアスだとちょっときついんですよね。イエスさん。イエスさんから入るか？いや、それもそれなんだよな。いや、初手多分ね、オーニューラだと思うんだよな。これでいきまーす。さあ、誰から来るか。いや、多分、オーニューラじゃないか。まあ、怪獣が初手のパターンもあるけど、怪獣多いんだよな。難しい。結局、グラスフィールドを張って、サフを出してっていう、そこまでいかないと、怪獣見んのがちょっと重いんでね。まあ、他にも見方はあるのかもしれないけど。さあ、これ、わかんねえな。これ、わかんねえんだよな。けど、何が正解なんだ？アタッカーなら基本的にワンパンされそうだもんね、流星群で。まあ、ここでゴジラに引くっていうのも一つの手だろうけど。素直に大地打つのがいいのか。大地。あー、流星群。いや、耐えないよな、さすがに。あ、耐えんの？あ、マジ？あ、さっき裏でやってる時にワンパンされたんですよ。それはあれか。ステラだったか。テラステラを切られたか。さあ、これ真空波嫌ってくんないかな、変に深読みして。変に深読みして真空波嫌ってくれる前提だとしたらなんだ？海流かな。なれば、HP の確保の方が OK。でかいっすね。さあ、HP か、あ、ラッシャーは熱すぎるのね。ラッシャーは激熱じゃね？いや、今日そうでもねえか。意外とラッシャーのウェーブって入るんだよな。最近、A に振ったやつ結構多いからね。あ、サブチャンマンさん、お疲れ様です。ありがとうございます。さあ、まあ、これぶっちゃけもうクマ仕事終わったっちゃ終わったから、キリでもいいけど。ブラム。守られるかな？守られるかな？ああ、オッケー、通る通る。あ、硬いな。硬いな。こんな硬い？待って、世界一ダメージこいつ。こいつガチでダメージ来たぞ。悪夢で耐えるだろ、さすがに。ああ、だるいですね。その防御ダウンはちょっと許せないな。けどもったいないな、切るの。あくび。さあ、まあ、素早さ勝ってんのはでかいですね。けど、初めて見たな、ラッシャーのタナプ。さあ、どうしよっかな。てか、タナプ自体久しぶりに見たな。あ、それ耐えんのか。でけえな。そう。じゃあ、これ次、月光でいいもんね。月ヒカでまくってるもんね、まだアクアブレイク。月ヒカで相手寝んのか。あ、眠るかな。ああ、さすがに眠るか。けどこれ相手きつない。あ、けど寝言あるか。眠る、アクブレ、寝言ありそうだな。まあ、その時はその時か。ブラム
あ、そうか、硬いか。どうしよっかな。あー、でかいっすね。けどこれ黙って居座ってる方がいいか。相手結局これ以上上がんないもんな、特防が。まあ、強いて言うのはアクアブレイクの防御ダウンが早すぎたっていうのはあるけど。第1位。か、もしくは、そう、特防上がってんのだるいけど、まあ、もしくは、こっちがゴディラ出して、テラスタで一回強要させるのはありかもしれない。呪い？え？呪い、アクアブレイク、眠る寝言。こいつ、アクアブレイクしかないのか？あ、ポッポさん、お疲れ様です。そう。え、じゃあ鳥、え、まあ、鳥間ブラッドムーンで、そう、けどそう、殴ってくるかな。あ、さすがに眠る。厄介だなぁ。あ、特防上がってんのかなぁ。呪いか。これ引かないとまずいかな。引いてもやることないっちゃやることないよな。大地。いや、バトンじゃないっす。タナプです。寝言と、アクアブレイクやだなぁ。あー、撃たれた。あー、入るね。最初の防御ダウンだったな。あれが結構いい感じに効いてる。ブラム。いやー、吸収しかないかなぁ。あー、いや、このガチグマ自体が死因にそんな振ってないんで。多分それが効いてると思う。ピンポイントで相手の予定通りになっちゃってるかも。ほら、相手の方は急所出るんだよな。そう。とりあえずテラスター切らせるか。ドラータ。けどね、多分こういうやつってことは毒が嫌いだと思うから、鋼か毒だと思うんだよな。あ、そう、 B1 段階下がってんのはマジきつかったけど、まあまあまあ、あれはまあしゃあないとしても、相手どうだ、毒か鋼だと思うんだよな。あ、引っ込めた。え、引っ込めた、でかっ。あ、サフ来た。よく、あ、さ、サフか。ドラーと、え、サフはでかいの？え、これ引いてくれたの熱いっすね。なんだ？好きだなぁ、こいつら。好きだなぁ、その、あっきりから。とんでもねえなぁ。そんな好きかね。ああ、手足は嫌いだ。そう、何かな、飛行か、飛行タイプちょっとだるいなこれ。馬力、まあ、回復されないと思えばでかいまであるか。ダークミいや、早い段階で一回下げとこうか。このサフさえ倒せば、もうゴリラが無双するんで。さあ。さすがにここで殴ってこないと思うから、多分相手悪だくにもう一回積むか、自己再生なんで、ここ。
さすがに。これでシャドボとか来てたらマジ涙目。いや、違うと思うけどな。マジか。うわー、きつい、落ちる、それは。これはもうダメだね。うまいことやられたな。さあ。いやー、打ってくるか。さあ、これはな、このパーティーのきついとこだよな。もう動きが限定されるから。さあ、11。ラッシャーのタラップか。まあ、ラッシャーのタラップに関しては、まあ、増えない限りは、まあ、捨てでいいや。アッキー。アッキーとタラップどっちもいんのやばかったね。アッキーか。あ、けど、サフのアッキーは、いや、まあ、いるって言っても何人いるかって話だもんな。ラッシャーのタラップに関しては、あんな、あの、交通事故なんで、やばいね。初手ぶりんとこまでよかった。いや、まあ、これはまあ、しゃあないな。さあ、うん。サフのアッキーもそんな見ないっちゃ見ないか。まあ、何より、ラッシャーのタラップの方見ないってな。さあ、このゴディア何が難しいかって、特定のタイプにやった後打点がないんですよね。飛行タイプとかガチきついからね。さあ、レニーさん対戦の方、お願いいたします。さあ、これは、偉大刀をどうやって見んだろう。偉大刀をどうやって見んだ、これ。タスキーエッサン。サフかな。イエスから入ってサフゴリラかな。でサフで水手が切って偉大と見んのかな。あー、やけどブリもありだな。ちょっとこれでいってみようか。ランダでいける？ランダ？ランダってなんすか？これ、そうです。あの、14位の方のパーティーですね。強いけど、これちょっともう難しいですね。あー。ゴリラでいける？ゴリランダでいけるか？そう。あ、けど、だいたい水テンスだから関係ないの？これはどうなん？出し負けかな？出しガチではないよ。あ、風船。風船か。ワイド、ショ、シャイン。ワイドが？最大打点はワイドか？待って。これは、いくら上がるんだ？ 1.3 倍の。あ、ワイドどこだ？あれ？ワイドフォースは2倍？ああ、やばい。まあ、とりあえず、ワイド打つか。ワイドフォースが、サイコフィールだって 1.5 倍か。1.5 の1.3 のバークアウト。バークアウト、何ちゅう技持ってんだお前。バークアウト持ってる。へー、とんでもないですね。1.5、 1.3 半減だといくら。 1.5、 120のタイプ1、1.5 だから、60、180の 1.3 の半減。90。あー、マッシュエーカーは入ってんのか。まあ、ワイドホース打つか。ちょっとティラースターを切ってれば、もうちょっとよかったか。あ、でかいっすね。これ激アツですね。そう。
あ、今日テラスター切っちゃダメなんだ。まあ、相手からしたらこっちが何持ってるか分かんないからね。あん、オッケーオッケー、でかい。あ、マッシャーはアクタイプにしか打たないのか。基本的にワイドコースなのか。へぇー。これは相手、さすがに欲張っちゃったね。ワイドホース。けど、相手の一番の仕事は、結局あれか、爆破、あれ、ドステルマックことなのか。さあ、ワイド。急がってきた。ワイド。さあ、どうだ？相手の、いや、大ニューだもんな。ちょっとめんどくさいよな。なんかここで引かないんだったら、ワイドいるんじゃない、ワイドじゃねえや、何しゃべってんだ。大ニューだいるんじゃないかって思っちゃうよな、そうだよな。おっ、ほっ、勝ってんの、すみません。パチでいってる、パチでいってる。でかっ、でかっ。マジか、激アツですね。ああ、しかもアドマか、アドマか。待って、アドマきつくね。アドマきつないか、アドマきつくね。どうやって勝つのこれ。こいつテラスタで切っても切らなくても、あの炎タイプなんだけど。最初、あ、オッケー。え、これでかいっすね。いつもだったらワンチャンきつかったよな。2-1。オニューナ耐久に振ってたのか。耐久に振ってて、猫騙しから入ん、ブロックされた、猫騙しから入ってたのか。あ、違う、猫騙し、ノーマルジェルで猫騙しかな。けどサフに引かれんの嫌で、みたいな話かな。助けじゃなかったもんな。で、なればなんで、オベンとかかな。そう、まあ、いいか、でかいか。さ、SK さん、対戦の方、お願いいたします。さあ、これは、これは、これは。いやー、これはどうかな。また抜かれそう。山はまあまあまあ、今は抜いても、ね、あの抜かれてもだと思うんで。まあ、抜けるに越したことはないですけどね。まあ、とりあえずですかね。さあ、どうしよう。久しぶりに、なんか意外と久しぶりにガー見たの。減ってきたよね、やっぱりガー。どうしよっかな。クマ。クマ？クマ。いや、今日これでいいと思うんだよなぁ。いや、けどこの海竜使いたいんだよなぁ。この海竜さ、ガモスにも強く出れるようにさ、から元気持ってるんですよ。これ使いたくて使いたくて仕方ないんだよな。これ楽しそうだよね。さあ、ああ、ドサイドさん、こんばんは。ありがとうございます。だからなぁ。いや、まあ、とりあえず多分これでいいと思われる。うん、これで来まーす。さあ、そう、から元気海流ね、楽しそうだよな。から元気海流でさ、相手からしてもさ、よっしゃ、やけど引いたと思ってんのにさ、から元気みたいな。でかいよなぁ。あ、炎対策でいたんだ。へぇー。初めて見たからね。そういうやつもいたんだね。さあ、マスカ。
これね、なんか、ガチグマが、わずかに強いらしいんですよ。けど俺、ね、これどうすればいいかわかんなくて、一応ドクターなんですけど、テラスタを切るのか。で、切ったとしたら今度何撃つのかって、あくびから入るのか、それとも、ブラッドムーンから入るのか。わかんなくて。レギュジーは相当辛い、あ、カーゲン1回にいたんだ。へぇー。これどうしよっかなぁ。今日多分ね、ブラム椅子割りでいいと思うんだよ。あ、これは非常にきしょいですね。そう、ブラム真空吐きやってくんないかな。さすがに切らんないかな。あ、坂本ちゃんどうもどうもありがとうございます。そう、なんか嫌っていなくなりそうな気もするんだよな。まあ、こっちも引きたいけどね、ぶっちゃけ。居座ることあるか。あ、まあ、ドクビシマックぐらいか、やったとしても。どうしようかな。ゴリラ。ここでトリアクとか来たらガチきついけどね。多分ね、ガーバックとかだと思うんだよな。違うかな。あー、いや、あ、トンボでいいのか、相手は。毒ビシ巻きか。宿にギレンダとか来てたら最高だけど、さすがにそんなことないもん。さあ。あー、毒ビシ巻きか。オッケー、これならこれでいいっす。さあ。相手がなぁ、いや、トンボありそうな気もするんだよなぁ。ブラスダで落ちないよなぁ、さすがに。トンボ。あ、守る。相手や、相手ヤドミガみたいなことやろうとしてるんだよ。そう、トンボがバレた。居座ったらでかい。裏に控えたらだってきつい。けどまあ、いや、トンボ、結果的にトンボでいいと思うけどな。さあ、どうだ？相手が。けど相手。トリアクとかあってもタイプフリッチであれば多分そんなにそんなに入んないと思うんだよな。あ、はたき。あ、これでかいっすね。トンボ。オッケー。で、サフかな。サフ出す。まあ、けどな、サフ出すか。サフ出すか。けど相手にね、これ見られるの良くないな。クマだったかもしんないな。結局これ見た後に相手選べるから、ガチグマとかいたら、じゃあガチグマから入るかみたいなことできるし、こういうパターンもあるもんね。ミスったね、普通に。そう、俺だ。まあ、シャドーボーでもよかったけど。あ、テラスター来てきた。何テラかな。格闘テラス、フェアリーテラス、ノーマルテラス。まあ、結果的に、あー、うんな、そっちかよそっちかよマジで言ってる。うわー。あー、瞑想。瞑想か。一番嫌な方引いたね。ゴルラ。
いやー、ルミナコリジョンから来そうな気がするんだよな。ゴリラ。さあ、いやー、きついなー。あ、殴ってくんないか、殴ってくれるかなーとか思って、もう捨てる覚悟で出たけど、きついか。いやー、きついなー。10万。いやー、炎手やっぱないわけないもんな。ありそうだもんな、これ。あー、守る。いやー、足パーあるかなー。今日これもうテラスター切っても耐えないからな。しゃあないもんな。仮に鋼でテラス切ってエスパー技来ても。10万。どうかな。いや、クエスな。お、さすがにきついかけど、飛ぶわけないか。いやけど、いや、ハゲデス来ても足場耐えなさそうなんだよな。あ、アッキか。あ、違う、オボンか。10万。いやー、きついなー、これ。相手は何を警戒してんの。守る。いや、足パクサいなー。クエスもハリーマンもフワライドもドーブルも嫌すぎて、一生アクテラスオンミツラウドも入れてます。いいね、それありだな。10万。ルミコリ。この手はないかな。どうせ守るから来ると思うんだよな。これ守ってほしいな。いやー、きついかな。まあ、これほぼほぼもう負けちゃ負けだと思うんだよな。相手なんだ、 TOD のやってるのか。あ、ルミコリ。あ、でかい。あ、なんで急所とか当たってんだよお前。さあ、急所、急所、こっちも急所欲しい。いや、クソ、こいつ急所はどこ行った。お前、急所はこの手はないのか。もしかして、炎テラないんじゃんこれ。だって今、炎テラの方最大打点だよな。てか、今日、相手急所当たりすぎじゃね。こっち急所出てないよ。一回も。ってことは、ここ守るだと思うので、違うかな。相手
あれか、さすがに。あれか。守る必要ないか、相手は。シャドボ。あー、バトンタッチきたー。あー、バトンでガーか。小難しいですね。さあ。で、付け上がるか。じゃあ、案内所定、あれだったのかな？悪だくみ積んで居座ってる方相手からしたら嫌だったのかな？俺も調子いい時は結構付け上がってます。あー、いやけどいいと思いますよ。俺調子悪くても付け上がってるんで。さあ、どんなに負けても絶対勝てるという自信しかないんですよ。それで負けてくるんですけど。あー、相手が何かなくのかな。さすがに付け上がるけど今威力バカやばそうだよね、普通に。さあ、どうだ。けどまあほぼ負けだな。まあ、急所とか行ければでかいけど。素早さも、いや、無理だろ。突き上がる。2発耐えないよな。耐えないよな。お？お？お？あるぞ。ワンチャンあるぞ。再生。ビルド。いやー、けどきついなー。きついなー。これだってもうシャドボ急所とかしかないでしょ。シャドボ急所でもどうかって話だもんな。いやー、けど相手も一回急所引いてるから急所の可能性見てみたいまであるよなー。さあ、どうだ。突き上がる。急所、急所、急所、頼む、急所。全然なかった。お前いくら分かってた。ああ、3段階で急所だと。急所でギリ倒せてたの。惜しかったね。そう。まあ、けどさっきの炎テース見てさ、あ、今日引くのが正解だったか。結果的には居座るのが正解だったから。いやー、けど裏にガーガリの可能性あるって考えたらそっちにかける方がとかね。ラウドボーンとかね、全然ありだと思うんですけどね。さすがにレンタルパーティーになっていじれないんですけど。さあ、さっきのは拾んなきゃいけない試合だったかもしれない。1個前のラッシャーと違ってこれは勝たなきゃいけないやつだったね。さあ、 M さん対戦の方お願いします。さあ、これはお、海竜出すか。けど海竜出してもラッシャーきつないか。ラッシャーきつない。サフブリクマ、あ、けど初手イエスさんでもいいのか。初手イエスさん出して、初手イエス出して、初手イエスで行ってみようか。でイエスさんと海竜の相性いいらしいんで、ここ引き連れて。けどこれだと多分ね、足でのがちょっと、あ、今日まあ行けなくはないか。
いや、ブー、ラッシャーがきついかもしんない。じゃあ、クマさんか。これでいきまーす。そう。相手誰かが来る。おーに、あ、これはでっかいのかな。まあ、アクテアス嫌えたらダメか。アクテアス嫌えたらちょっと厄介ではあるけど、切ってくるかな。切ってくるかな。切ってきそうだな。切ってこないかな。ワイド、あ、引っ込めた。ドドゲ、ドドゲさんかな。ああ、さすがに届けた。うん。さあ、マッシャ。そう、兄のコーヒーこぼしたんでお風呂に逃げ込みます。頑張ってください。さあ、どうしようかな。マッシャ。え？ああ、でこ、でこ、ガチでこ。あ、そう、イエスさん気合い玉。イエスさん、いやいや、気合い玉打つの怖すぎるじゃん、あんなん。やばいよね、あれ。引かないかな。一回引く読みでワイドフォース。あ、引かなかった。そう。波動弾は、波動弾はやばいな。波動弾激アツだね。ワイドホース。あ、ミスト。アンコールだ。そう。クマかな。クマ。キャプチャーボード何使ってます？キャプチャーボードは俺結構昔に買ったあの、アバーメディアってやつです。アバーメディアの 530GC、 じゃあ550だっけな、忘れた。 GC なんとかあってるような気がします。はい、値段が買った当時が2万ちょっとあったかなくらいですかね。 Amazon で買ったかな。 Amazon でも確か買えるし、アバーメディアの公式サイトでも買えます。そう、第一、あ、引っ込めた。誰来るかな。お、オーニュ？あれ風船だっけ、こいつ。違うよね。あ、でけえ。待って、相手オーニュのことなんだと思ってんの。そう、ここで誰来る。ああ、クマさん。クマ、相手そこまでして届けたん大事だったか。ブラム。ああ、相手の方早いか。スカーフではなさそうだ。ノマテラブラッドムーンがほぼ確定で耐えるらしいんで、乱数一発ぐらいなんでらしいんで、今の感じだと多分テラスタル切ってギリまあどうかって話だから、スカーフじゃないし、まあこれ直帰臭いな。で、ナイは回復手段ないんで、
対1。ハイボール。さあ。あくびから入るのが正解だったのかな。あくびクマのどっちの技を打てばいいか分かんないんだよ。あくび打った方がいいのか、攻撃した方がいいのか。ノマテアだと思うんで、こっち激凛でいいと思うんだよな。いや、そう、ケタクリ欲しいっすね。めっちゃケタクリ欲しいね。激凛、男は黙って激凛よ。おお、激凛、よし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 。さあ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 、頼む、カイニュー頼む、飛ばしてくれ、頼んだ。相手って HP 削ってるよね。だよね、だよね。いけるよね。総大将しな。これで、彼がフェアリーテイスなら、もう涙目。もう、罪です。激リーン !OK。うわ、待って、何それ土下座、うん。ああ、ああ、これいっとる。これいっとる。あ、不意打ち落ちるこれ。さすがに無理だよね。え、いけるこれ。ダメだよ。待って待って、ダメダメダメ、耐えて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 、よくないよくない。うわー、ダメだよ、やめてくれ。いや、いける、いや耐える、いや帰るよ、耐えるって喋ってたもん、さっき LINE 来た。頼む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 、マジでマジで、ドン。ああ、帰る、クビ兄さん。さあ、この顔なおさらムカつくね。確かにそう、さすがに4V じゃ無理だと思う。言われてみれば、そりゃそうだな。耐久に一切振ってないね。海流で、限界あるもんな。さあ、海流、いや違う、問題は海流のとこじゃないな。いやー、なおさら難しいな。誰から使えばいいか分かんないもんね。そう。でもさっきのやつ、クマさん。いや、あくびガチグマを使いこなせてないのが多分原因だね。お？その他ポッポさん、フォロー、ありがとうございます。さあ、ナナパンさん対戦の方お願いいたします。これは、クマ、クマ、またドドゲイル、きっしょいな。こっちかな。これでいきまーす。さあ、いやー、きついかなー。相手のガモスを見れるのが結局海竜とかクマしかいないんだよな。あとイエスさんとか。逆にゴリラかな。きついもんな。さあ、相手誰から来るかっすね。いやー、相手やな。ブリもな、結局分かんないから難しいんだよな。デカヌ、デカヌはこれはいいっすね。相手おそらく今剣舞じゃない、風船で。なので、あくび。さすがにワンパンされるような技はないんで、剣舞、あくび、
殴ってきたら寝る。殴ってきそうな気もするけどな。まあその時はその時か。ブラム。デカハン。おお、取れた。どうしようかな。相手が引くんだったら、こっちは月引かがいいけど。さすがに引かないか。引くなら海流引きか。まあ第一打ってみるか。あ、オッケー。そう、これでかいっすね。耐えるんだ。永遠に振ってなかったのかな。振っててもこんなか。千枚でいけないんだ。まあ直帰ガチガマとかあったら今カモ出たんだろうけど。ドドゲ、ドドゲこう、ドドゲこう。月引こう。素早さ負けてるかな。四振りガチグマ抜きとかいそうだもんな、ドドゲさん。ああ、挑発された。こいつ、メンタル強くね。メンタルバカ強くね。こいつ、今結構やべえことやってるよね。そう。川田かな。ブラム。そう。素早さ負けてんのきついっすね。相手はアプテラ。いやー、土下座で飛びそうだな。いやー、耐えないかな。無理か、さすがに。あー、きついか。はい。相手の裏が誰かっすね。相手の裏が激凛打つかカラー元気か。確かに挑発した意味なくてくさ。確かに確かに。けどそのせいで俺負けてるから今これ。だって相手殴れなかったら上取ってるから。あいこいよいよか。けど相手結構ヤンキープレイだよな今のやつ。さあどうしよっかな。激に。おお、土下座なんだ。あ、きつい。やっちゃったんじゃね。ふい。ああ、けどあれか。次は抹茶で行けるから関係ないの。さあ、待って、2連続ドドゲさんはやだよ俺。抹茶、抹茶。さあラスト誰かな。ラスト誰かな。イエスさんな、使われれば嫌なんだけどな。あ、ガモッちゃん、ガモッちゃん、ガモッちゃん。ガモスはワイドホースとサイクショックどっちやん。さすがにワイドホースかな。ワイドホース。さあ、これでさざめきでもあったもんじゃ、もうたまったもんじゃないね。いやー、どうだー、何がボス。素早さ負けてるかなー。あー、勝ってる勝ってる勝ってる。強っ、マジで言ってる。超うまい。
勝米で、最初かな？最初。朝日さ、最初。え、飛ばないかな？頼む、飛んで。頼む。あ、絶妙すぎる。ワイドホースの方入るか？え、そんなことないか。2ターン。最初、ワイド。最初。ああ、ほんとめ、ああ、舐めてくれんのか。ああ、でかいっす。よかったー。ドドゲ来たときマジ積んだかと思った。さあ。三三。いやーまあ、いや、イエスさんむずいなー。イエスさんガチむずいなー。わけわかんねえ、こいつ。いや、サイコショック、いや、いいっすね。技としてマジで使いやすい。いや、けど、イエスさんむずいっすね。さあ、とりあえず連勝したい。けど、こういう風に、ゴリラとサフ出してみたいなやり方決まったやつはやっぱ苦手っすね。なんか、いろいろ先をめちゃくちゃ多分読まなきゃいけない。順番間違えれないし、タイミングとか。なればな、難しいよな。まあ、スカーフ、いや、今日スカーフイエスさんもな、悪タイプで積むって、あんのやばいよな。さあ、ミソクダタンさん、対戦の方、お願いします。さあ、これは、これは、これは。イエスさんスタートか？けどこれは、ゴリラサファー連れてきたい。ってなれば、クマ。あ、イエスかな。いや、こっちだな。これでいきまーす。悪タイプ、いや、悪タイプだって後投げされたらきつくないですか、イエスさん。それとも、あれかな、ん？いやー、どうかなー。初手誰？あ、ソーブレイズ。これそう。あ、ま、相手あれか。インファ持ってる。耐えないかなぁ。さすがに耐えないかなぁ。第一。あ、引っ込むと？引っ込むと？誰と？ああ、ガーコ。ガーコ？まあ、トリマー首。カモリてえなこのガ。そう。あ、そうだ、すいません、いきなりですけど告知をさせてください。明日ですね、明日夜の7時から視聴者対戦会を行います。なのでね、もし今からでもね参加全然できるので、参加したい方はですね、ルールがレギュエイチ、そして種族値400以下でやりますので、明日の夜7時から、パーティーを作ってここに来てくれれば嬉しいです。お願いします。俺も、今もう裏でパーティーをまだ完成してないんですけど、パーティー作ってます。はい。
パーティー3つぐらい作ろうと思ってね、今2つ目が完成しました。で、3つ目やって完成かな。で、明日のね、お昼にエメラルドを配信しようとしてるんですよ。てか、そう、だる。で、明日の昼のエメラルドの配信で、もしかするとね、これがクリアできそうなんですよね。今、四天王の、4人目の四天王のところに止まってて、明日、まあ、うまくいけば4人目の四天王とチャンピオンをクリアして終わるんですけど、その後はですね、前々から喋ってるあの、金ネジキの方をやろうと思ってて、そのためにプラチナをクリアしなきゃいけないんですね。で、プラチナに関しては、もう、ただエンジョイ RTA ってことで、まあ、気楽に一瞬でクリアしようかなと思ってるんですけど、それがね、まあ、いつやるかによるんだよな。できればね、流れとしては、明日エメラルドちゃんとクリアして、月曜日の夕方6時ぐらいから、プラチナクリアするまでずっと配信するみたいなことしたいんですけど、明日エメラルドクリアできるかな。まあ、もしできたらね、そして月曜日何も、いきなり用事が入らなければ、月曜日プラチナストーリー攻略やるんで、よかったら来てください。お待ちしています。てな感じかな。これ相手きつない？アプリ。じゃあ、あとあれか。最近ですね、サブスク用のスタンプ書いてて、もうちょっとそれが、あ、挑発されてる。もうちょっとそれが完成しそうなんですけど、パーボット書いてたんですよ。パーボット書いてたんですけど、なんか気づいたら、なんか、色と形だけはパーモットなんですけど、なんかわけわかんないになりそうでね。ちょっとね、パーモットじゃないんですよね、あれ。一応、急所スタンプなんですけど。パーモット書いてるつもりが全く別物になってきたんだよな。さあ、これ挑発。挑発どうしようかな。挑発はまあ、めんどくさいか。OK、ブラムでいいか。ブラム。そう。あ、結構これ、相手ブラッドムーンとかの PP なくそうとしてるのか。さあ、いやー、これなもう交代読みでここあくび入る方が良かったのかな、さっきの場所。今は無理だけど。ああ、ブリチュアス来た。ブリチュアス？飛行手やったな。飛行手なくさいよなぁ。けど、撃つしかないから撃つか。あ、流星群。耐えんじゃん、これ。耐えない。どうしよう。ブリガーはどうでもいい。もうサフなんか怪しいよな。で、相手はここでガーを捨てるか、トーブレイズなんで、まあ、椅子だったら椅子あったなんだよな。ここソーブレイズ投げれるか。シャドボ多分ガーだと思ってるけど、あーガーか。シャドウボー、
シャドウ4。いや、落ちなさそう、ワールド君。いやー、相手ここトンボだもんな。あー、羽根？いや、熱いそれ。それは普通に熱い。そう。で、ここはシャドウボー。シャドウボーで、多分相手さすがにトンボじゃない今。トンボ。で、問題はこっからなんだよなか。相手がねエレビだと思うんだよな。エレビじゃないかな。あ、メガネならアクハか。さあどうだ。あ、テラスト来てきた。何テラだ。あ、ステアか。あ、なんかアクハクさんいね。なんかメガネっぽいね。あ、アクハ。で、相手多分頑丈なんで。トンボ。さあ、ガー。ねえ、どうかなあ。今日こんな入るんだったら、ドラムでもよかった。いや、ま、いやー、どうしようかな。これさ、いや、この相手さすがに切ってくると思うんですよ。まあ、切ってこなかったら切ってこないので、むしろありがたいけど、切ってくると思うんで、シャドウボー。で、相手がメガネ臭いんで、ってなれば、残りの技が、流星群、アクハ、ラスカ、10万ボルトとか飛ぶんだよな、違うかな。ってなれば、相手はね、多分ね、いや、アクハでこだわるか。いや、10万ボルト臭いっすよね。で、ここね、テラス読み流星群打てないよな、相手。え、けど10万ボルトもね、打てないと思うんだよな。で、だいぶ悪な波動が安牌か。あ、そう、え、ソーブレイズ？ソーブレイズは熱くないか、これは。これ、激熱だもん。待って、これ、まずスマイスは多分負けてる。ドボ殴る。いやー、殴れるだけ殴っとくか。いや、相手、うーん、いや、無念多分ね、全然入んないと思うんだよな。今1段階上がってあれなんで。あ、ポヌが、無理じゃん。無理だよな。グラスシードあったもん。これ、これ相手やったな。あ、でかい。こんなに俺悪くない。でけえ。
でけえ、なんかただ一勝もらった。でも相手これ多分けど、勝ち目合ってるな。てか、総舟から入ってきたのが問題か。ブリから入られたらこっちきつかったもんね。まあ相手からしたら、こっちのサフが CF ってないってわかんないか。さあ。あれ増やしたっけ、増やしたっけ、まあ33か。ん、増やしてないの ?43。さっき33だったもんね。さあ、あ、かさねさん、対戦の方お願いします。さあ、これはどうしようかな。けど、ガモスいるから、海流かな。で、クマ、クマかな。いや、海流いるからサフ連れて行きたいんだよな。ってなれば、ゴリラサフ海流とかあるんだよな。これで行きまーす。さあ、うまいこと。いや、プリチュアスなー。プリチュアスもなんか、相手が使えば嫌だけど、自分使えばちょっとって感じするもんな。けど、グラッシード難しいっすね、やっぱり。今シーズンね、パーティー、そろそろね、イメージしていかなきゃいけないんだよな。来週、パーティー作ろうかな。来週の月曜日にでもパーティー作ろっかな。18とかに。18とかにパーティー作って、かな。パーティーけど2つぐらい作りたいな。配信で1個作るかな？どうしよう。さあ。ああ、ブリジャース。ブリブリ。これは、なんとも言えない。なんとも言えないけど、ちょっとは仕事できるね。あ、風船。ダル。ダル。ドラム。みんなで作戦会議。まあ、楽しかったですね。楽しかったのもそうだけど、シンプルに助かった。この間のやつは。定期的にあるけど。どうしようかな。ステード。10万。そんな入んないよな。だよな。そんなもんだもんね。ボディプレイ。ゴリラ使うかな。使わないことはないな。トンボ。さあ。いや、もう一回ボディペで、さすがにボディペだと思うんで、素直にサフリ出そっか。で、これでこいつが悪の波動あればきついっすね。さあ、どうだ？どうだ？何来る？あー、オッケー。最高ですね。で、けど基本的にテラスターは切んなくていいな。ワルダク。お？イソワット？え？イソワット？誰来る？あ、誰こいつ！ダリー！ダリーこいつ！唯一の天敵って言っても過言ではないね、これ。これやってんなぁ。あ、これ負けたね。これもう、あ、まあ、急所でギー崩せるぐらいか。もうきついもんなぁ、これ。できる。あ、いやー、きついなぁ。
相手ドラテクサいもんな、これ。だよな。ドラゴンテールってさ、もうちょっと外れていいと思うんだよね。どうなってなぁ。いやぁ。これは、やめましょう。あまりリタイアはしたくないけど、これはさすがにさすがに、薄すぎる。グラフスフィール化のブリやばい。あ、まあ、地震だったらね、地震だったら当倍ですけど、そのための多分10万馬力だとは思うんですけど、44。さあ、いやー、いやい。今日これでさ、14位取ったってすごいよね。出す順番限られてくんだよ。今のやつだったら、イエスさんで突破って話かな。クマか。クマのあくびで突破みたいな話かな。あ、これすいません。ちょっと早いんですけど、これラストにします。はい。さあ。いや、ラスト勝ちてえな。さあ、イブさん対戦の方、お願いします。さあ、これは、これは、教授はどうすんだ？イエスさんで勝てんのかな？教授って。初手クマでは良さそうだけど。初手クマ、イエスサーフ号。あ、違う、イエス海流。イエス海流かな。これでいきます。いやー、難しいね。ガモスはなんとかなのか。巨人王は、まあ、テラスタルとかうんぬん次第かな。あとは HD か何か。ガブがちょっとめんどくさいかもしれない。ん？あ、ブイーズさん。はじめまして、初見です。ありがとうございます。よかったらフォローの方もお願いいたします。さあ、いや、相手誰来るかな。あ、巨人どうしよう。え、素直に大地を打っていいものなのか。まあ、打つか。あ、守る。どうしようかなあ。いや、ブラム多分これあれだろ、デカヌちゃんじゃない。あ、カイユか。どっちにしろアンコール来そうだもんね。さあ、ブラムで、ここで一回あくびするか。あくび羽休め。アンコードありそうだな。ないかな。あくび。今日仮にここでアンコード来ても相手寝るか関係ないか。ブラム。あ、アンコードか。チームぶり。ほとんど HD だったような気がします。はい。さあ。C に多分20とかしか振ってなかったような気がする。イエス。
ょう。相手ブーツかなあ、今日ブーツじゃないか。ブーツだったら羽いらないか。隠密とかかな。これ照らしたら切っちゃっていいんじゃない。照らしたら切っちゃおう。ワイドホース、HB でサイコシード瞑想クマ、どんなポケモンにも負けなくねって思って使ったけど、弱かった。いや、まあ、結局、なんか、積む系のやつね、強そうに見えるけど、意外とって時もありますもんね。さあ、どれくらい入るかな、ワイドホース。あ、いや、意外と入んない。いや、起きんの早っ！あ、でか。起きんの早っ。ワイドホース、そう、あ、でけえ、あ、飛ぶんだ。さあ、今の乱数臭いけどね。ダイバトです。ああ、ガモス、ガモスか。これはワイドホースでいいもん。ワイドホース、サイコショック。さっきと一緒か。超マイ。けどこれでターン終わるもんね。最初。ああ、え、殴ってくる。最初。これでかいっすね。で、相手に照らしたら切らせたいな。表示。今日さ、これさ、なんだかんだ熊と海流でくるくる回しとけばさ、時間稼げそうだよね。あ、オッケー。でかい。イエスさんな、こうやれば強いけど、難しい部分ではあるんだよな。イエス、54。さあ、まあ、トリマかな。あ、そう、あ、まあ、それを言ったらね、クエスパターンとかもそうだろうけど、アクタイプいないとって感じだもんね。まあ、逆にアクタイプさえケアしとけばって感じでもあるけど。まあ、とりあえず今日は、これで終わろうかなと思います。明日はね、お昼、エメラルド。で、夜の7時からが、視聴者対戦会。で、まあ、うまくいけば月曜日の夜にプラチナ RTA やろうかなと思います。よかったら皆さん来てください。お待ちしております。で、そしてですね、月額440円のサブスクもやってますので、よかったらね、入ってくれれば死ぬほど嬉しいです。ってな感じで、今日はこれで終わろうかなと思います。皆さんもね、ぜひこの、ハチマキから元気海流使ってみてください。まあ、めちゃくちゃ難しいけど、使いこなせれば多分バカ強いんでね。まあ、練習として使ってみるのありだと思うんで、ぜひ使ってみてください。ということで、今日もありがとうございました。またねー、バイバーイ。